します。どうもこんにちは。はい、本日は馬場義久さんの投げ方聞いてみたという動画となります。お願いします。お願いします。お久しぶりです。お願いします。約3年ぶりぐらいの僕の動画なんですよ。実はそんなに。お久しぶりですよ。本当にお久しぶりですね。仲悪くなったんじゃないかみたいな感じでね。テーマ1000 はい、はい、ということですね。馬場義久さんの投げ方聞いてみたという動画となります。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、そういう余計なことしなくていい。余計なことしなくていい。出しゃばった。出しゃばった。ありがたいよ。気持ち的にはありがたいんだけど、ちょっと今の拍手違ったから。違った。違った。はい、ということで、まず、グリップの方からお見せください。はい、お、あれ？あれ？え？なんか、うん、昔より浅くなりました。浅く、少し浅いですね。で、あとは3年前だったら、はい、バレルの形が少し、はい、少しというか、はい、もう完全なストレートになったので、ボリスやめたの。ボリスじゃねえ。違ったっけ。ボリスだけど、そう、はい、あの時はまだトルピード、ちょっとくぼみのある形だったんですけど、うんうん、そうだね。それが完全なストレートで、そうですね、スティールのことも考えてというか、はいはいはい、浅くちょっとなりましたかね。はい、なんかもうちょっと深かったイメージがありますので、ね、うんうん、ここら辺のイメージが違う。中指とかの、あ、中指とか薬指とかの、そうね、うん、こんな感じで持ってたかも。そうだよね、まあ、そうだよね。前はかぶせ、なんか完全に、うん、ちょっとかぶってた。前はちょっとかぶってた。前はちょっとちょっとやめろ。ちょっと拍手違うから、拍手違うから全然かぶんなくなっちゃった。ずる抜けずる抜け。やめましょう。やめていきましょう。だいぶ浅くなった感じで、ね、はい、あ、でストレートに変わったんですね。そうですね、はい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 、バレル自体は、ほう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 、あのくぼみを押す、ここの出っ張りのくぼみの部分を押すようなイメージで前まで投げてたんですけど、スティールがちょっと、はい、意識的に投げるようになってから、はい、押すっていうよりも、はい、抜く、はい、動きの方がちょっと強くなったので、はいはい、それに伴って、ソフトの方も合わせて、はいはいはい、ストレートにしたって感じかな。あれですね、やっぱ細い方がグルーピングがいいっていう普通の物理の話になってますね、うん、そうね、物理的なね。そういう話ですね。ありがとうございます。結構、あ、でも意外と寝てないんだな、グリップ。なんかもうちょっと手首が寝てるイメージで、あかなと思って、手首がね、もうやっぱ硬いんで、あ、から全体的に、だから骨格的な問題ですかね。ほぼ力入れたらもうちょっと寝るけど、うん、力みに繋がっちゃうから、うん、もうふわっと持ってます。では今回からですね、視聴者さんの要望がありまして、プレイヤーさんのセッティングの方を見せていただこうと思います。はい、うん、はい、ちょっとテーブルに置いちゃおうかな。口頭説明できますか。はい、バレルが新型のブリスのモデルになります、はい、これはブリス3?4 ですね。あ、4、はい、っていう形、まあ多分名称が4とはならないとは思うんですけど、はいはい、そうですね、4作目という形、コスモダーツでのババ4作目のババ4ですね。ババ4 はい、で、シャフトがフィットのカーボンスリム7番、はいはい、カーボンスリム7番、はい、でソフトダーツは、スピンタイプを投げてます、はい、スティールはロックタイプ、ね、あ、スティールはロックだけどソフトはスピン、はい、はい、理由は何かあるんですか。そうですね、ソフトは僕はずっとスピンなんですけど、はい、なんかまあグルーピングしてくれた時に弾かれにくいかなと僕は思ってます。はいはいはい、弾かれないなって僕は感じるのでスピンで、スティールの方はスタッキングをさせた時にスピンだと抜けちゃうんですよね。はい、はい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 、あのロックだとしっかり食いついて、はいはい、下に下に、僕はアンダースタッキングなんですけど、はい、下に潜り込ませれることができるので、おい、アンダースタッキング、初めて聞いたフレーズでした。アンダースタッキングそんな感じそんな、アンダースタッキングっていうのは下から下、まあダーツ1本目を、はい、が、まあ、斜めに、うん、刺さります、ね、刺さります、はい、これを、まあ、フライトなりバレルなりにぶつけて、うん、下に下に
2本目3本目を入れていくような形、はい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 、でまあ、スティール特有のというか、うん、ソフトではまあ刺さらないので難しいんですけど、それがスピンだと回っちゃうから、うん、そうですね、スタッキングが一定かというか、うん、なんか安定しない、はい、クルリンってなっちゃうっていう、そう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 、こうぶつけた時にスポーンって抜けちゃうんで、はい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 、意味がなくなっちゃうというか、なるほどなるほど、はい、だからまあスティールに関しても、うん、オーバースタッキングでソフトみたいに入れていく選手だったら、うん、多分スピン使っている選手も多いんだと思うんですけど、うん、僕の場合はソフトぐらいの大きさの的だったら、はい、まあ、避けて入れた方が効率化される、そうですね、立ち位置変えたりとかして、そうですね、うん、でスティールだった場合は活用して入れた方が効率が上がるいいと思います、はい、だから1本目の突き方でも19に行ったりとか、はいはい、19に行ったりとかで、はいはいはい、投げ分けるっていう風な形の選手が多いかなと思います。なるほど、はい、といったセッティングのこだわりってことですね。そうですね、はいはい、あとはもうそのスピンとロック以外は、はい、全く一緒というか、あ、もうなんかシャフトの長さとかも、はい、は全然変えたことない、はい、スリムだしっていうような感じですね。チップは、まあ、フィットポイントプラスのブラック、ね、ブラックですね。なるほど、です、わかりました。ということで投げ方、はい、についてなんですけど、うん、投げ方で最も意識していること、大事にしていることは何でしょう。僕が意識一番しているのは、はい、ダーツの形、形、うん、飛び出しの瞬間、はい、手から離れる瞬間の、はい、まあ、形というか角度というか、はいはい、を一番大切にしています。夜角、夜角、を構えて、はい、テイクバックを僕は結構深く取るんですけど、そうですね、テイクバックをしたらダーツが立っていくっていう表現で合ってるのかな、はい、こう、まあ、平行にほぼなってるものがゆっくりこうチップの先が上に向いて立つような状況になると思うんですけど、これを戻していく形になると思うんですね。で、自分が投げたい角度の形になった時にそのままをキープして投げてあげるっていうのを一番意識してます。はい、これがまあ下向いちゃったりとか、はいはい、戻ってきてなくて上向いてる状態であったりとか、はいはいはい、っていうのだったら綺麗に飛んでくれない、うん、いつも通り飛んでくれないので、うん、はい、ある程度の力加減とかっていうよりかは、うん、もうその形になったらそのまま送り出すっていうことをソフトダーツに関しては、まあ、夜角が出るようなリリースポイントの安定化っていう形ですね。そうですね、うん、だからリリースポイントは、ただリリースポイント、まあ、僕これぐらいの角度で飛ばしたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、はい、ここですね、こんな感じで、はいはいはい、これぐらいの角度で飛ばしたいなと思ってるけど、これが戻ってきた時に、はい、この瞬間に離しますっていうのは、はい、なかなか正直難しいところがあるので、この角度になったらそのまま送り出せるところまで送り出す、はい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 、でこの間の距離、はい、それがキープできる間だったらどこで離してもいいかなっていう感じ。おー、うん、おー、なるほどね、うん、はいはいはい、リリースポイントここだっていう風な意識じゃなくて、うん、その形をキープしたらいいかなと、うん、なんか放物線なように見えて、はい、どっちかって言ったらそのフライトが受ける空気抵抗を一定化させて一定化させるみたいな、だからポイントでやってないんですね、うん、大砲とか、うん、まあ、弓矢とかの角度を最初に決めたら、うん、勝手に放物線が決まるよっていうようなイメージです、うんうん、そうですよね、うん、まあ、それは下向いてる大砲は下にしかいかんのよってなっちゃうから、そうですね、だから僕の感覚、今のスタンスだったら、はい、この角度で離しとけば、はい、とりあえずあの辺にきっちり飛んでくれるっていうのをもう最初に決めてそれで投げるっていうイメージ。最近聞いてる中で夜角ってなんやねんみたいな感じでちょっと思ってたんですけど、綺麗な夜角の考え方ですよね、おそらく。ですか。でその角度が変な風になっちゃう時があるから、あかん違うっつってニョーンってなる時がある。そうですね、だからそのキープさせる時に、うん、あ、このままじゃちょっと力んじゃって話遅れるとか、うん、っていうのは体がやっぱ多少もう覚えてるので、感覚的に、はいはいはい、覚えてるところはあると思うので、うん、もうそれは体に任しちゃって、うん、多少こう体が前に突っ込んじゃったりとかしてもいいなと僕は思って
ます。その角度さえ保てれば、あの手がどうこうなったとしても、まあ結構夜速も早い方ですもんね。そうですね、21ぐらいある、あるから、うん、なんか放物線ってそこまで描かないから、そこまである程度直線上に行くから、うん、その角度でさえ飛ばせば空気抵抗が一定化されるから、うん、そうですね、同じところに落ちてくるよねっていう、はい、感じで考えてますね。夜角職人反応にちょっと困った、うん、そんな繊細なもんじゃないそんな繊細なもんじゃないということで、はい、じゃああともう一つ、うまくなったその要は SA、はい、まあ、レーティング16位になるまでに何年かかりましたか。はい、わー、もう結構早かったです。早かったですか。1年ぐらいでレーティング16、立たないぐらい、うん、レーティング18は、18はちょっとそこからかかりましたね。17はポンといったんだけど、でも初めてこう一瞬乗りましたか、うん、っていうのは3年ぐらいはでもなったんじゃないかなと。あんまり覚えてない正直、うん、でもちゃんと、うん、まあ、今も17になることって全然あるんですけど、うん、はいはい、あのまあ、18の時間の方が長い、うん、っていう風になれたのは、コロナ前ぐらいかな、はいはい、うんうん、なんて言うんだろう、僕が年間16、はいはい、初めて残った17年度、18年度ぐらい、うんうん、からそれぐらいがキープできるようになってきたかなと思いますね。上の方で安定するようになったきっかけはあります？これかなみたいなやつ。あ、どうだろう、でもやっぱジャパンに全試合出る、うん、はいはいはい、ツアーを全試合出ましょうってなって、はいはいはい、で僕の目標の、まあ、最低限やっぱり入れ替え残る残らないの戦いがしたい、はい、でそこから優勝を狙いたいなって思った時に、うん、その時の、うん、そのレベルの人たち、うんうん、はどれぐらい打ってるんだろう、サーブ的に打つんだろうとか、うん、っていうのを細かく見るようになってから、はいはいはい、うん、今の自分に何が足りないとか、うんうん、っていうのをより考える時間が増えたというか、だから勝てる結果を残すっていうことを今まで以上に意識した時が一番の分岐点かなと思います、うん、はい、結構じゃあ数字を意識した時があったってことですか。ああ、ありますね。数字は、まあ、やり始めてすぐもそうなんですけど、まあね、気になっちゃうよね、うん、もう本当にゲームやってるような感じです。レベル上げるぐらい、ポケモンのレベル上げようみたいなぐらいのノリで、どんどんレーティングは上げたい、友達より高くっていう感じでやってましたし、はいはいはい、だから落ちるのが嫌だなとか思う時期もあったんですけど、はいはい、うん、それよりもまあ、勝つためにというか、はいはいはい、うん、っていう数字の意識をした時に一気に伸びたし、はいはい、安定力が増したかなと、うん、まあ、今で言ったら、まあ、5.5 ぐらいですか。そうですね、なんか水準的には、うん、まあ、5前半ぐらいですかね、ぐらいが 100% スタッツで打ててれば、はい、安定して打ててれば、まあ、優勝できる可能性はあるなっていうのと、はい、まあ、負けた時になんかちょっと気にしなくなりますよね。そうですね、打てた、まあ、打てなかったら打ってない俺が悪いってなるけど、 5.5 とか6打って負けた時は、うん、打ってて負けたんだからしょうがねみたいな。いや、もう今の自分にできることが、うん、精一杯やったよみたいな感じは、うん、5飛ばそう6飛ばそうの上限を目指すんじゃなくて、5を打たないと戦えない、うん、だから最低ラインっていうものを、うん、自分の中でしっかり設定したときに、はいはいはい、うん、安定力が上がってきたかなと思います。なるほどね、はい、まあ、さすがに試合中に今俺、うん、俺キープした次セブン打たないと5じゃないとか、うん、それでもやってないけど、やってないけど、うん、結果論として今日のスコアは、まあ、要は、はい、ゴルフみたいな感じで、なんか100打ったとか ね、 そうですね、90打ったわとかと一緒で、うん、なんか数字を細分化してこれぐらいを目標にしてっていう風に達成していったってことですね。はい、あ、やっぱ意外とやっぱ数字を結構気にしてたっていう形でいいですかね。そうですね、うん、分かりやすいというか、まあ、そうですね、うん、僕がじゃあ普段かなわない選手がいた時に、うん、その人の数字と今の自分の数字を比べて、うん、はいはい、どれぐらいの差があるのかとか、うんうんうん、っていうようなところは一番誰でも比較できるので、分かりやすいしね、うんうん、だから意識してもいいかな。
いい意味で数字を気にして、でもかといって気にしすぎてもあんまり良くないと、とらわれすぎても良くないけど、数字が一番明確に分かりやすいよねっていうね、そう思います。だから下がるとかレーティングをそういう意味で、あ、下げたくないとか、うん、下手になりたくないっていう意識じゃなくて、上を目指すために今自分がどうしたらいいのかっていう数字、ね、アベレージの、把握っていうのはしっかりした方がいいかなと思います。やっぱサトピーあれだな、社長になると数字ばっか気にしちゃうんだな。うわあ、やべえ、社長そんなにだ。またがすぐ悪い方に持ってすぐ悪い役。はい、まあ大事だからね。大事だ、大事だからね。本当。はい。ですね。はい。なるほど。わかりました。はい。今回は馬場義久さんに投げ方聞いてみたという動画でした。お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。だから拍手いらないんだよ。拍手はいらんの。はい。流行りが出ればとりあえずやる。誇りが出ればみんなで叩く。エロさ胸で再生伸びる。なぜかみんな髪の毛染める。川棒は続いたらやりたいことだけ。